いや、さっぱりわかんねえ。手足の長さなんて近づいちまえば。近づけるならね。だから、いや、もう君の言う通りでいいや。なんだよ、お前はすぐそうやって。だったら俺が証明してきてやるよ。確か騎士団に背の高い新人が入ったよな。よっしゃ、あいつを任してきてやるぜ。実力差の話は、ああ、まあいいか。行っちゃったし。あ、くそ、つえーな。殴りも蹴りも全然当たりやしねえ。はあ、だからそう言ったよね。喧嘩は背が高い方が有利だって。ベルナデッタじゃないか。何してんだ。てっしゅー。誰、何、助けてー。あ、助けが欲しいのは俺なんだけど。まあいいや、自分でやるぜ。俺としたことが情けねえ。喧嘩の仲裁ですりむいちまうなんてよ。あいつら喧嘩してたくせに急に手を組んで俺に向かってきやがって。おいベルナデッタ、お前喧嘩したことあるか。喧嘩、私喧嘩売られてるんですか。ベルの負けでいいです。喧嘩なんか生まれてこの方したことないですよ。本当かよ。お前そんなんだから友達いねえんじゃね。引きこもってねえで外に出ればすぐに友達なんかできるぜ。外に出ればすぐに、そんなわけないじゃないですか。自分はできるからって他の人ができると思わないでくださいよ。え、できるに決まってんだろう。この前なんかきって喧嘩したばっかの相手と友達になれたんだぜ。確か一緒にすっげえ景色を見てたら仲良くなっちまったんだよな。とりあえずその景色見せてやれ。よし。担いでるだけだろ。ほら、行くぜ。よっしゃ、着いたな。どうよこの景色。死んだ。私死にました。すごい勢いで天地を駆け抜けました。はあ、お迎えが来てます。魂が現れるような夕焼けです。おい、行くな。ベルナデッタ、あの夕焼けは本物だ。あれ、ここは一体。あ、でもすごく綺麗。素敵な場所ですね、ここ。パスカル君、ちょうどよかったわ。頼みがあるの。なんだよ改まって。俺にできることなら何でもやるぜ。ありがとう。それじゃあ私の部屋に来てくれるかしら。寮の部屋か。何の頼みなんだ。次はあの棚を持ち上げてくれるかしら。裏側にホコリが溜まっているはずよ。まだやんのか。つうか寮なんだからここまで掃除しなくていいだろう。何言ってるの。次に使う人が気持ちよく使えるようにきれいに保っておかなくちゃ。この部屋が終わったらあなたの部屋も一緒に掃除しましょうか。勘弁してくれよ。訓練する暇がなくなっちまうじゃねえか。あ、そういえば私も出かける約束があるんだったわ。今日の相手は顔も家柄もそこそこだから、ちょっと気合を入れて臨まないと。しっかしお前、いつもいつも男と出かけててよく飽きねえな。飽きるわよ。
でも将来のためだものね。俺の訓練みたいなもんってことか。なら仕方ねえな。え？私のやってることがあなたの訓練と同じだって言いたいの？そうだよ。何かおかしいか？俺は貴族とはいえ次男だし、武勲を得なきゃ将来何にもなれないかもしれん。だから戦場で活躍できるように毎日欠かさず訓練してる。お前の場合は平民だし財産もないから、将来のためにいい相手を探してるんだろ。そこには何の違いもないって俺は思うんだけどな。そうね、みんながそう思ってくれればね。じゃあカスパル君、将来のためにそれぞれ頑張りましょう。ああ、お互いいい結果を残せるといいな。あなたの知恵、はるか高みあります。先生、私の母は菜園って。どうですかね。どうですかね。先生。まだ暑いです。ごちそうさまでした。こういうのならまた呼んでほしいな。先生も冒険が好きね。なぜほうそうに、むむ、希少な、得たものはあったわね。うむ、いつかこういう積み重ね、
何だったかな。頭のここまで出かかっておるのに思い出せん。そうじゃ、ザナドじゃ。それじゃよ、つい先日に言ったばかりじゃというのに、スコーンとばかりに抜け落ちておったわ。そう、それでじゃ、ザナドの景色にわしは懐かしさを覚えたじゃろ。その理由、やはり確かめてみなければと思うてな。できることは今日やれと昔から言うしの。今のは先生、一人で一体どこへ。特に予定はなかったと思いますが、あと追いますかな。追いたそうね。それじゃ課外活動ということにするわ。うむうむ、やはり見覚えが。この建物は確か、肝心な部分になると記憶にもやがかかっておるようじゃ。しかしわしはここで暮らしておった、それは間違いないと言えるぞ。何しろ見る前から壁の向こう側にあるものが思い起こされるのじゃ。想像でどうにかなる話ではない。それにしても随分と谷の奥まで。なんじゃ今のは。このような時にふざけるでない。お主、あの叫び声が聞こえぬはずがなかろう。あれを見よ。お主、谷の入り口に巨大な影が。それも安。あの魔獣、何はともあれ私の力見せてあげる。仕事だ。舞台に上がるより緊張するわね。行きますか。
空気苦手だ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。おっしゃ行くぜ。焦らず戦おう。悪いな。He's a-